サンドーランイコールデイコールゾー原子力発電所は、フランス共和国ロアールイコールエイコールシェール県産、ローランイコールヌーアンに所在する原子力発電所。施設は、ロアール川の中州にあり、オルレアンから西南へ 30km、トゥールから東北 80km に位置している。サンドーラン原子力発電所にある90万キロワット級加圧水型原子炉が2機稼働し、 それぞれ1983年に運転開始している。かつては、国園原則ガス冷却炉が2機、1号機は1969年から、2号機は1971年から稼働していたが、1号機は1990年に、2号機は1992年に運転終了している。1969年10月17日、署内にある、 国園原則ガス冷却炉1号機で燃料挿入中にウラン5 0ラムが溶け出した。この事故は国際原子力事象評価尺度レベル4に分類された。これは2012年までのフランス原子力史上最も大きな事故であった。1980年3月13日、今度は国園原則ガス冷却炉2号機でウラン2 0ラムが 炉心余裕を起こす事故が発生した。激しい損傷を受けて、原子炉は3年半の間運転できなかった1987年1月12日午前、ロワール川の凍結により黒煙原則ガス冷却炉1号機の冷却ができなくなり緊急停止し、正午頃に西部フランスの送電網により、コルドメ火力発電所から非常時冷却のための送電がなされる。 取水口付近にあった氷の塊はフランス軍が設置した爆発物によって破壊される核原子炉の特性は以下の通りありがとうございます。